残すところマイクが使える時間は15分少々となりました。金沢由衣、2年半前の選挙戦では力及ばず落選をいたしました。あの日ほど悔しいことはなかったと金沢由衣は言っています。でも悔しかったのは自分が落ちたことではなくて、何より悔しかったのは自分に一票一票投じてくれたその支援者の皆さんの区民の思いを届けられないことが一番悔しいんだ、そう言って涙を流しました。今度はこの思いをしたくない。今度こそ区民の皆様の思いを、支援者の皆様の思いを抱えて国会へと走っていく金沢由衣、金沢由衣の選挙戦最後のお訴えです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お待たせいたしました。まずは本当にここまで来れたのは皆様のご支援と、そして仲間たちのおかげです。本当にありがとうございます。もうあと15分ほどでお訴えできる時間が終わるのですが、全然ね、今日で選挙が終わるという感じがしないんです。それはなぜか、5年間活動をやってきたから、たまたまその途中で選挙が来ただけだから。この門前仲町でずっとずっと5年間立ち続けたのは今回の候補者の中で私だけなんです。この地元江東区の皆様の声を届けたい、その思いで5年間活動を続けてきました。令和3年の衆議院選挙落選した後、本当に続けるか迷いました。だって皆さん民間企業出身で、まあ自分の娘さんとかお孫さんがもし選挙に出たらと想像してもらいたいんですけども、生活も大変だし、やっぱり体力的にも厳しいし、民間企業出身の人が政治家になるのって本当に楽じゃないんだなと、そのように思いました。でも今の政治界隈、私たちの声届いていますか？届いてないですよね。もうね、この今の状況に気づいてしまった人がもう本当に謎の使命感だと思います。でも気づいてしまった人が変えるしかないんです。皆様だって自分たちだってこのまま日本は大丈夫なのか、そう思いながらもなかなか自分でどうすることもできない、だったら私金沢由衣に思いを託してください。絶対にですね、皆様の思いを国政へ届けると約束させていただきます。なぜかって、今まで5年間活動してきましたから、口先だけでこれからもやるよ、そういうのじゃなく実際に結果残して活動してきましたから、必ずやこの江東区への情熱、そして国政への覚悟は誰にも負けません。ただ本当に苦しい状況なんです。私が目指している社会は頑張っている人が報われる社会です。皆様の人生の先輩方が老後本当に心配なんだ、そういうことを言っている、このような状況は非常に辛いです。私もおばあちゃん子です。そして子どもたち、小さい子どもたち、若い世代が私たちの将来大丈夫かな、じゃあ安定した職でいいや、そうやって夢を追えない、教育を受けたいのに教育を受けられない、もうこんな状況は本当におかしい。そして現役世代皆さん、ちゃんと働いたのに自分に見合った給料がもらえない、これ5年間の中で毎日毎日皆様からお声をいただいて、何もできない自分が本当に不甲斐なかった。だから今回は皆様の声を国政へ届けさせてください。今回こそは勝ち抜かなきゃいけないんです。今回は地元の皆様から期日前投票行ったよ、そんなことを何度も聞きました。もう前回の正直言って日じゃないです。毎日毎日朝から晩まで、もうね、朝だけで100人以上の人が握手してくれるんですよ。もうこれだけ皆様期待してくださっている、その期待に応えなくてはいけないんです。私はこの5年間で応援してくれた方、実は亡くなっちゃった人もいました。その方の思いも背負ってるんです。
私はですね、その亡くなった方の思いを背負っている。それはこの候補者の中でもう5年間活動してきた私しかいないと思っています。皆様の思いを届ける責任が私にはあるんです。皆様あともう一歩なんです。本当にあともう一歩です。もう今日だってもうこんな党の5役が揃うことなんて初めてですよ。まあ、前代未聞の妨害とかもありましたけど、私たちはその民主主義根幹を揺るがすようなことには屈しない。絶対に屈しないです。ただ暴力では解決しない、対話でちゃんと解決してきます。そして区民の皆様、国民の皆様を守る、そんな法律をしっかりと皆様の声を聞いて作っていきますよ必ず。もうね、本当にですね、毎日毎日身の引き締まる思いでした。それはね、投票に行ってきたよ。本当に次こそ勝ってほしいんだ。これもしねダメだった時どうしよう、ちょっとそういうふうに思うんです。だけどこれだけ皆様の思いが強かったら、どうか皆様お友達に、そして知り合いに金沢ゆいを広めてください。まだ投票日は明日まであります。本当にあともう一歩なんです。これまで5年間どんな思いで皆様のお話を聞いてきたか。ただね、政治家になりたいだけだったら別に他の地域に行けばよかったんです。ただ政治家、もちろんですよ、ただ政治家になりたいだけだったら他の地域に行けばよかった。国政じゃなくてもよかったら他の選挙に出ればよかったんです。江東区長選挙だってつい最近あった。でもそんなもの筋通ってないでしょう。私はこの江東区が好きで、国政でやりたいことがあるから今までずっと5年間活動してきたんです。自分の人生に筋通せない人間が国の政治に筋通せるわけない。もう皆様あともう一歩です。どうかどうか皆様のお力を私金沢ゆいに託してください。今回の選挙何で行われたか覚えてますか。政治と金の問題ですよ。衆議院区長、衆議院と汚職や逮捕が続いた。ありがとう。本当にね、ずっと前からみんな応援してくださってる、その思いを届けたいんです。衆議院区長、衆議院と汚職や逮捕が続きました。地元の江東区、やっぱり明るい話題で溢れていてほしいし、この地元江東区に誇りを取り戻したいんです。この江東区のしがらみまみれの政治、今回しがらみまみれの政治を刷新するか、それとも今までと同じしがらみまみれの政治でいいのか、皆様の選択にかかっています。今回ね、皆様結構政治を諦めている人が多いんです。もう政治不信で分かります、地元だから嫌ですよね。政治家にどんな投票してってダメだし、でもさっき代表たちも言っていたように、維新は今回の候補者の中で唯一しがらみのないクリーンな政治を実行してきました。行動してきました。企業や組織団体から寄付や支援を受け取らない、領収書の添付を行う、そして会計責任者も私自らがなる、これ実行しているのは維新の会唯一ですよ。皆様、口先だけの政党と実行する政党とどちらを選択しますか。どちらの方が信用できますか。皆様の選択にかかっています。どうかどうか皆様、あともう一歩、あともう一歩なんです。この地元江東区にかける思いは誰にも負けません。先日ね、妨害に遭った時に私思いました。公職選挙法ってこうやって妨害されても法律で無理だからって言って妨害され続けたままで選挙やるしかないんだなって。選挙って本来は、今回演説しているのは衆議院選挙を選択、皆様が選択するためのその演説なんです。その民主主義の根幹が揺るがされている、これを見ていると国の防衛国防も大丈夫なのかと不安になりました。北朝鮮からミサイル飛びましたよね。私たちのところにもし当たったりしたら、その時に何か対応をするんじゃ遅いんです。今回だって全然警察だって妨害されても捕まえてくれなかった。それは法律がないからです。だから今の日本の安全、皆様当たり前じゃないんです。自分の国は自分で守っていく、強い日本国を取り戻していく必要があるんです。私たちもしこの何か直下型地震が起きた時に一番に助けてくれるのは誰でしょう。そう、自衛隊です。命を懸けて助けてくれるのは自衛隊の皆様なんです。でもそれが今の日本ではちゃんと認められていない、この状況本当に皆様いいんですか。妨害を受けてから、攻撃を受けてからじゃ遅いんですよ。
この自衛隊をしっかりと憲法9条に明記していきます。私たちはですね、この国のために、私は地域で防災士消防団員として地域を守ってきました。だからしっかりと国も守っていく。中国への対応のために台湾とのシェルター日本少ないから退避訓練も行っていきます。この今の日本はですね、こういった安心安全が当たり前じゃないから、もっとみんな危機感持って、安全保障や国防についてもしっかりと政治家たちが何を言ってるか見てほしいんです。皆様、今回の選挙、本当に9人もいてうるさくて地元の人大変でしたよね。私が本当に思うのは、もうただ一つ、地元の皆様の声を届けさせてほしいということだけです。この5年間いろんなことありました。でも絶対に負けたくないんです。あとちょっとなんです。あとちょっと、あと一歩なんです。皆様のお力が必要です。どうかどうか、あともう一歩、あともう一歩なんです。皆様、私金沢ゆいをどうか助けてください。皆様どうか助けてください。金沢ゆいを助けてください。どうかどうか、金沢ゆい、金沢ゆい、金沢ゆいに皆様のお力を賜れますよう、お願い申し上げまして、日本維新の会金沢ゆい衆議院、ありがとうございます。ありがとうございます。本当、前回の選挙からもありがとうございました。今回こそは勝ち抜くぞ。どうかどうか、金沢ゆい、金沢ゆいへとご支援賜れますようお願い申し上げまして、金沢ゆいの街頭演説会終了させていただきます。本当に皆様ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。頑張るぞ、勝つぞ、頑張るぞ。ありがとうございます。ありがとうございました。ただいま訴えさせていただきましたのが、日本維新の会公認候補、金沢ゆい、金沢ゆいでございました。最終日のこの選挙戦、日本維新の会総代表馬場伸幸代表、そして大阪府知事吉村博文共同代表参りまして、日本維新の会、何としてもこの金沢ゆい、何としても何としても国政に送りたいんです。どうか皆さんのお力を。金沢ゆい、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 金沢ゆいへと賜りますようお願いを申し上げまして、日本維新の会街頭演説会すべて終了させていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。ありがとうございました。幹事長藤田文武でございました。さあ、そしてやってまいりました、なんと異例の3週連続のここ江東区、金沢ゆい、奮闘する金沢ゆいを助けるためにやってきた、あと一歩もう一歩届かない、この苦境を覆せるのはやはりこの男、最も頼れる我らが日本維新の会共同代表吉村博文、吉村博文から皆様に金沢ゆいの応援のお訴えをさせていただきます。よろしくお願いいたします。いや、皆さんこんばんは。日本維新の会共同代表大阪府知事の吉村です。いや、もういよいよね、もう本当これが最終最後になりました。最終最後になったけれども、僕はぜひ金沢さんに、金沢さんに勝ち切ってもらいたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。まあ、あともうちょっとのところまで来てますが、まだ相手の背中まであともうちょっとのところまで来てます。皆さんの後押しで相手が届くところまで、そこまで来てるんで、ぜひね、皆さん最後の最後、後押しをしながらお願いします。で、僕らはもう業界とか団体とか支援団体ありません。だからもう大変大変だけど、皆さんのこの後押し、口コミ、これがものすごくパワーがあるんです。最後もう一押し、皆さんの口コミと後押しと、まあ、家帰ってね、まあ、吉村さんや金沢さんやんか頑張ってたでと、金沢さんあと一票押し上げてねということをぜひ皆さんお願いします。
というのも、今回の選挙いろんな人が出てて、吉村さんこれ 誰投票したらいいか分かんないねと思われる方多いと思います。でその時に何を基準にして判断してもらいたいかというと、こういうことなんです。要は政治家って、選挙の前になったらあれやりますこれやりますとか言うじゃないですか。いいってね、いろんなこと言うけど、実際にやってるかどうかを見てもらいたいんです。やってるかどうか、実際にやってるかどうか。で僕らはそれはもう 100% じゃないけれども、約束したことは実行する、自分たちのこと、おかしなこと、ぬるま湯にかかっていること、そういったことは徹底的にやってきました。僕自身もやってきたんだから、維新の国会議員もみんなやってる、他の政党はやらないですよ。皆さんに負担ばっかり押し付けてるでしょ。ここ、これ腹立ってしょうがないです。どん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 負担が増えていく。これから、昨日もニュースありましたね、消滅する都市700以上あるらしいですよ。日本の半分近くの都市が消滅するってどうなってんの。子供たち孫たちどんどん数減っていくんでしょ。その時に政治家どっち向いて政治やるんですか。これからの政治考えた時に、僕は業界とか団体とか組織に支援される政治じゃなくて、そっちに補助金とか皆さんの税金をぶわーってばらまく政治じゃなくて、次の世代、孫たちの世代、そっち側の方を向いた政治をやらせてもらいたいんです。子供たち孫たち一票ないですよ、一票ないけれども、そっち向いた政治やりましょうよ。おかしいんですよ、自分たちの身分のことばっかじゃないですか。僕たちはやってるかどうか見てもらいたい。大阪府知事も大阪市長も報酬は3割削減、大阪市長にとっては4割削減です。議員の定数109ありました。今いくらだと思います。79です。 30% 議員定数を削減しました。これをやってるとこありますか。国会議員はどうですか。これだけ皆さんに負担を押し付けて社会保険料も上がるんでしょ。自分たちはどうなってるんですか。自分たちの身分一生懸命守ってるじゃないですか。自分たちのことはやらない。僕たちはまず自分たちのことをやってきました。議員定数を削減し、報酬を削減し、そして財政を立て直しました。昔もそうだったんです。立憲民主党だって組合に支えられてるんでしょ。労働組合に、労働組合に支えられて選挙に勝ったらどっちの方向きますか。業界団体に支えられて選挙に勝ったら誰に金をばらまきますか。昔の大阪もそうでした。大阪市長が選挙に終わって一番最初どこに挨拶に行くかというと、労働組合の部屋に行ってありがとうございましたって頭を下げるのが市長の最初の仕事だったんです。どこに金をばらまきますか。なんであんなに天下りが多かったんですか。なんであんなに住民サービスが悪かったんですか。そういうことなんです。おかしなことは正していく。業界団体に支えられたらまともな政治はできません。実際にでもそっちの方がね楽なんです。金もある、票もある、それは楽でしょう、強いでしょう選挙。でもその先の未来ありますか。ずっとそんな政治をやってきて、結局子供たちの数も減って、そして皆さんの負担がどんどん増えて、で都市が半分以上なくなる、そして社会保険料は上がる。ちょっと待ってくれと、政治が本気でやってないじゃないですか。やっぱり業界や団体、そういったところとはしがらみを断って、そしてまともな改革をする。で実際に僕はね、知事の選挙の時にこうなってくるとね、いろんな業界団体だから、もう吉村さん支持しますっていう、支持させてくれっていう話が来たんです。断りました。もちろん政策の議論はやります。でも選挙で恩を受けたらそっちに返さなきゃいけないんです。そっちに補助金ばらまきゃいけないんです。そうなんです。そんな政治をやってたら絶対未来は良くなりません。だからそれも立ってきました。結果今ね、昔5兆円あった借金は今なんと3兆円ですよ。半分近くになりました。子供たち孫たちに、次の世代に借金背負わせる政治なんかやめようって言ってやってきたんです。子供たち孫たちに背負う、子供たち孫たちが背負うのはね、ランドセルですよ、教科書、そっちを背負ってもらわなきゃ。なんで借金背負わせてんの。国の借金知ってますか。1000兆円超えてるでしょ。国の借金が増えても買わないっていう人たちいるけど、本当にそうですか。誰が最後負担しますか。もう今1200兆ですよ。今どんどん円安になってきてますね。物価が上がってきてます。本当はどういうことをしなきゃいけないかっていうと、利上げをしなきゃいけないんです。利上げしたらどうなりますか。国債のあの利息払えますか。1200兆円ですよ。誰が払うんですか。こんな状態です。子供たち孫たちにツケを回す政治はやめようって言うんで、やっぱり財政改革もやんなきゃ、おかしな金の流れやめなきゃ。でもそのために一番最初にやんなきゃいけないのは、政治家自身が自分たちのことをやらなきゃいけないんです。これやってんの。やってないです。
今回のこの江東区の選挙もそうでしょ。これ汚職で選挙になりました。立憲民主党も偉そうなこと言ってるけど、立憲民主党の区議会議員だってあれ柿沢さん陣営から金受け取ってたんですからね。おかしいじゃないですか。こんなのこんなのでまともな政治できますか。もうそんな古い政治はもうやめましょう。これから子供の数は減ります。これは事実です。僕が生まれた時子供の数は200万人でした。それがこれからは70万人、3分の1です。どうやって社会支えますか。僕らは生まれた時豊かな社会がありました。それを作ってくださったのは今の高齢者の皆さんです。だから僕は感謝です。おぎゃーって生まれた瞬間恩恵にあやかってるんです。だからお支えするのは当然だと思う。でも子供の数が少ない。じゃあやっぱりそっち側の方を向いた政治をやんなきゃ。業界や団体組合、そちらの自分たちの票とお金をくれるとかばっかりに政治やって日本良くなるわけないんです。結局今こういう状態になってます。口だけじゃなくて自分たちのことをやるということをやってきました。で、僕はこういう社会を目指していきたいと思います。どういう社会かっていうと、まあどんな家庭に生まれても、どんな家庭環境だったとしても、ああこの学校行きたいな、こっちに学びたいな、そう思えばその道が開けてる社会を作りたいと思います。 100% 完璧は無理です。資本主義社会だから教育格差、経済格差は教育格差になるんです。これは事実です。でもまあね、この日本に生まれてその子どもたちが自分たちの能力を高めたい、この学校行きたいなと思えばその道が開けてる社会を作りたいと思う。でも理想を言ってるだけじゃダメだから、僕は知事として高校を管轄してるから、子どもたち高校はもう私学も公立も全員を対象にして授業料は完全無償化です。増税もしてません。実質無償化でもないですよ。財政は立て直してやってきてるんです。ここがポイントなんです。今の国の政治はどうですか。子育て世代の支援策をする。じゃあそのための財源どっから出すかというと、社会保険料を上げるって言ってるんですよ。むちゃくちゃじゃないですか。こんなのもう今十分社会保険料払ってます。国民負担率って言ってね、働いた分の 50% は税金や社会保険料を納めてるんです。皆さん の給料明細見てください。強制的に天引きですよ。これまた増えるんでしょ、子育て財源の、ね、財源を作るために。違うでしょ。まず財政改革やんなきゃ。国会議員もやってないじゃないですか。こんなの許してたらどん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 これから負担増えますよ。だって子供の数少ないんだから、支え手が少なくなってくるんでしょ。そっち側の方向いた政治をさせてください。だからね、僕は昨日一昨日かな、もう子供に一票持ったらいいんじゃないかって言ったんです。バカにされてるけど、お父さんありがとう、拍手してくれてね。もうお父さんからしたら孫ぐらいの世代かもしんないけど、でもやっぱりね、子供たち孫たちよく考えたらね、やっぱ同じ、まあ、手振ってくれてる小さい子もそうだけど、全然票もないんです。政治的影響力ないでしょ。古い政治が何やってるかって、業界とか団体とか自分たちの支援団体のばっかり向いて、そっち側ばっかりの金回してるわけでしょ。やっぱりね、この次の世代のことを考えた政治っていうのをやんなきゃ。塾に行きたくても行けない子供たちも多かったんです。だから僕たちは今塾代助成をやりましてね、小学校5年生から中学校3年生まで月1万円全員を対象にして塾代助成というのをやってます。所得制限はありません。でもこれも増税はしてないんです。むしろ借金は減らしてるんです。これをやってくれと国会議員、まあ、別にその地方の一地方のことを話するつもりはありません。国でやろうとした時に国の借金も1200兆円に膨れ上がってるんだから、そうなった時にどうするの。どん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 また借金膨らまして次に回すんじゃなくて、やっぱりね、次の世代そこが頑張れるように、そのためには国会議員がちゃんとやんなきゃ。立憲民主党もまともなことやってないです。口だけじゃないですか。業界団体の献金やめますって言ってるんでしょ。なんかよくテレビ見ると出てきますね。でもやらないんです。自民党がやったらやるっていうんです。こんなしょぼい話ありますか。めちゃくちゃしょぼいですよ。政治家として自分たちはできるじゃないですか。法律できなくてもできるんです。だから僕たちは企業業界団体からのこの組合のお金は受け取ってません。民主党もできるけどやらないんだから。文書通信費月100万円、これ報酬以外にもらってるんですよ。経費でしょ。なんで領収書出さないんですか。金沢さんの感覚でいくと、金沢さんは民間出身でグリコのポッキーでマーケティングやってたから、領収書なんか1円単位でやってますよ。なしで OK なんてありえないじゃないですか。
それがまかり通ってると自民党も公開しません、民主党も公開しません。何なのこれ。こんな政治をしてたら皆さんいくら税金払ってても足りなくなります。どんだけどんだけ皆さんが一生懸命働いて汗水垂らして税金を納めても足りません。税金を使う政治家がそんなことやってるんだから。だから金沢さん、もう今回の選挙いろんな人が出てるけど、実際に実行してきたのは我々維新の会なんです。金沢さんをね、ぜひ最後押し上げてもらいたい。もう最後、最終最後でね、なりました。僕ら業界も団体も組織もないから、こうやってね、みんなジャンプ開けて、これ幹事長と政調会長と代表がこれジャンプ開けて全員揃ってもうやるしかありません。僕ら組織も団体もない、でも皆さんのお支えがあるんです。こうやって多くの皆さんお集まりいただいて、皆さんの後押し、一票一票、この口コミが圧倒的な力があるんです。皆さんは、いや私の一票なんて、僕の一票なんて思うかもしれないけど、皆さんの一票っていうのはすごく力があるんです。僕は地元でこれを証明してきました。自民党ともガチンコでやり合ってます。業界団体組織ありません、でもガチンコでやり合ってるよ。それは皆さんの一票一票、皆さんの口コミ、ここに力があるんです。票がないかもしれないけど、次世代の方を向いた政治をやらさせてもらいたいんです。それが必要なんです。それをやるのは金沢ゆいさんです。皆さん明日ぜひね、皆さん一票、いろんな選挙妨害も受けたけど立ち向かっていったのが金沢ゆいさんですよ。この強いハートで金沢さん、金沢、すいません悪乗りしました。ちょっと僕あんまり悪乗りしちゃうんで、でも金沢さんに皆さんの力を貸してもらいたいと思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまお伝えさせていただいてます。ただいまお伝えいたしましたのは、日本維新の会共同代表吉村博文からのお伝えでございました。さあ、そしてこの場所にいよいよやってきました、私たちの総代表がやってきた。代表、共同代表、幹事長、政調会長、総務会長、なんと党五役がそば俺いや、皆さん何、俺いやね、本当最後金沢さん、もうここで金沢さん5年間やってきましたから、ぜひ皆さんの最後の一票、そして口コミ、ぜひ金沢さんに託してください。そして日本の未来を考えたときに本当に ありがとう、明日登場してくださいね、広げてください。日本の未来を考えたときに本当に次の世代のことを考えた政治、これをやらさせてもらいたいんです。子供たち孫たちにつながっていく強い日本、豊かな日本、これを続けていきましょう。これをやるのは誰かといえば、ここ江東区で金沢さんなんです。ぜひね、皆さんの一票、金沢さんに託してください。で、僕らも馬場さんもあれですよ、ね、報酬も2割削減、僕も報酬3割削減、日本維新の議員も僕たち支持も市長も全員やってるんです。他の政党これやってませんから。誰が払ってんのといえば、支払い者は皆さんなんです。おかしなことを正して我々は財政を立て直してきました。次の世代に投資をする、これをやってきました。日本はこれをやってない、今の古い政治ではできない、企業団体献金を受けるような政治では絶対これはできないんです。目の前の利益より将来の利益を目指していきましょう。目の前の今の支援者、企業団体より未来を目指していきましょう。これをやるのが金沢ゆいさんです。ぜひ皆さんの一票、金沢のゆいさんに託してください。で、僕もね、今回この今度3回ここをやってまいりましたけれども、金沢さん本当にこの5年間ここでずっと地元でやってきました。選挙で落ちても、いやこれは江東区の代表として江東区の皆さんの声を届けたいんだっていうので金沢さんはやってきました。これをやるのはやっぱり金沢さんだからこそね、昨日がおとついだったかな、いろんな選挙妨害を受けても正面からぶつかっていったじゃないですか。あれすごいと思いますよ、めちゃくちゃすごいよ本当に。僕なんかね、前妨害された時ね、パッて隠れたからね、こうやって下向いて握手したお母さんと、お母さんも一緒に隠れた。お母さん関係ないやんかと、みんなでしゃがんでたから、そんなことしてたけど、でも金沢さんは正面からぶつかってきました。国政においても正面からぶつかっていくのは金沢さんなんです。ぜひね、金沢さん、皆さんの一票、
貴重な一票、まあ、今立憲共産党が今1位走ってるみたいです。組織票はそれは強いけれども、組織、団体、業界、組合に守られた政治で日本は前に進みますか？進みません。政治家の仕事は何ですか？政治家の仕事は道のないところに道を作る、これが政治家の仕事です。これを自民党も民主党もやってないじゃないですか。僕ら地方の小さなエリアかもしれないけど、これを実際にやってきました。道のないところに道を開く、これを江東区でやるのが金沢ゆいさんなんです。皆さんの一票を金沢さんに託してください。金沢さん、よろしくお願いします。金沢さんです。ありがとうございました。ここ細いから狭いから。頑張ります。
お気をつけて。どうぞお通りください。すいません。